こっちよ。これが現在使用できるこのビル唯一の銀河系アクセス可能な端末よ。さあ中に入って、設定は私が外からやるから。わかりました、お願いします。ありがとうブレア、必ずエターナルスフィアを救ってみせるわ。助かったぜ、あんたのおかげでなんとかなりそうな気がする。じゃあな。この恩は忘れないよ、あとは私たちの仕事さ。あのね、ありがとう。ブレアちゃんには迷惑かけちゃったね。だから、私頑張るよ。あの、ブレアさん、本当にお世話になりました。このご恩は一生忘れません。ブレアさん、いろいろとありがとうございました。頑張って。あなたたちの世界はあなたたちにしか救えないのだから。はい、さよなら。それじゃ。頑張って。どこまでも邪魔な奴らだぜ。アンインストーラーを頼む。やってみる。僕たちはこいつらを食い止める。俺には勝てねえ。仕方ないね。黙って見てな。風神もう少し歯応えがあった方が面白いんだがな。まだか、ソフィア。ごめん、もう少し耐えて、今やってるから。クソ。俺には勝てねえよ。仕方ないね。封じ。過信は己を滅ぼす。覚えときな。できた。なんだ。
これでいいのか。フェイト、これで終わったの？多分。オーナーって人はどうしたのかな？気にすることはねえさ。現にクソいまいましい天使どもは消えたんだ。終わったのさ。ああ、任務完了ってやつだね。そうね。帰ろう。参ったわね。こいつは笑えねえ冗談だ。サイズは縮んでるくせに力は半端じゃねえ。みんな、ブレアさん、よかった、無事だったのね。ブレアさん、一体これはどういうことなんです？アインストーラーを使ったのにエクスキューショナーが消えないんです。そこなのよ、やられたわ。どういうことだ？何がやられたってんだい？説明してくれるわよね。実はオーナーに先手打たれていたようなの。先手ですか？そう、オーナーは私たちがアインストーラーを作動させるのを見越してセキュリティプログラムを仕掛けておいたのよ。アインストーラーを起動した場合のみに動き出す特殊なプログラムをね。それがあの新しいエクスキューショナーってわけなんですね。え、知ってるの？ああ、たった今お相手して差し上げたばっかりだ。倒せたの？ええ、苦労はしましたけど。そうならわかると思うけど、彼ら断罪者は今までの執行者たちとは違うわ。サイズは小型化してるけれど、設定されてるパラメーターは強大よ。このままでは銀河の消失は避けられないわ。どうにかならないんですか？そのセキュリティプログラムはそちらの世界で起動された痕跡があるの。つまりオーナーはエターナルスフィア内にいるということよ。だからどうだってんだ、こっちは対処法を聞いてんだぞ。私もそれを説明してるつもりよ。オーナーを説得するのよ。そしてセキュリティのアインストールをさせることができれば銀河の消失は避けられるかもしれない。でも
素直に説得に応じてくれるんでしょうか。その時は力ずくでもアンインストールさせればいいんでしょ。だな。オーナーはおそらく自らが作り出した特殊空間にいるはずよ。ただそこに行くためには特殊 ID が必要になってくるんだけど。特殊 ID？ あなたたちが見ても多分何に使うかわからない謎のアイテムよ。いわゆるオーパーツといえばイメージは伝わるかしら。私たちがエターナルスフィア内で使うために用意された、まあデバッグツールのようなものよ。使い方を理解した者が使えば、それはエターナルスフィア内で強大な力となるわ。それはどんなものなの？形状は様々よ。立方体のクリスタルキューブである場合もあれば、謎の機械だったりする場合もあるし、設定した開発者の趣味や配置場所によって変わるものだから。それじゃお手上げだぜ。今から形状のわからないものを銀河中探して回るのか。間に合うわけねえだろうが。ちょっと待って、今こっちでデータベースに検索をかけるから。これね、銀河系に配置されている特殊 ID はおおよそ銀色に輝く球体のようだわ。特に特殊な効果はないけれど、保有エネルギーはかなり高く設定されてるみたい。データスキャンを行えば確認ができると思う。待って、配置してある場所の検索もかけるから。銀色の球体？ええ、そうデータにはあるわ。この星もすでに消失してしまってるわ。他には、ああもう、なあブレア、もしかして大きさはこれくらいか？ちょうどそれくらいね。どうして？ブレアさん、エリクール2号星にそれはありませんか？エリクール2号星？ちょっと待って、あったあるわよ。やっぱりね。どうしてわかったの？一度見ているからよ。僕たちがエリクールにいるときにそのアイテムを守ったことがあるんです。確かセフィラとエリクールでは呼ばれていましたが。そう、そんな偶然があったなんて。そのセフィラを使えば特殊空間にアクセスができるはずよ。わかりました。みんなエリクールに行くぞ。オッケー。そうそう、ソフィア、セフィラを発見したらあなたが触れてみて。私がですか？特殊 ID はもともと私たちが使用するために設置されてるアイテムなの。だから私たち以外には本来の使い方では使えないように設定されてるわ。つまりあなたたちではダメということ。だけど今までのケースから考えてあなただけは使えるような気がする。わかりました。反応したら試練で私のことを考えて、この地点のことを。おそらくそれで私とコンタクトが取れるようになるはずだから。はい、やってみます。気をつけて。Thank you.
になりました。もうこれ以上は考えられない出来ですね。ほんとすごい。この後、市場調査が入ってから流通量が決定されますので、しばらくお待ちください。詳しくは、発明情報の参照をご覧ください。今は申請できるものがありませんね。備えあれば憂いなしですよね。新製品が発売されました。ショップ情報がここに自分が発明したものがずらりと並んだら好感でしょうね。流通品の在庫状況を確認できます。